お疲れ様でございます。暗号通貨市場が今大暴落をしているわけですけども、そのきっかけを作ったのがメタマスクからのイーサリアム流出と言われてますが、まあ、その中で、ねまあ、どういった考えがあるのかちょっと私もすぐはわからないんですが、次回のアップグレードイーサリアム、 キャンクン、カンクンですかね。デネブっていうものが進捗状況が報告されています。記事の方ちょっと読んでみましょうか。EIP4844 の導入準備進むということなんで、この EIP4844 の意味も少しわからないところがあるんですけども、ここで説明するとちょっと長くなりますので、わからない方はね、ちょっと別の説明をちょっと待っていただければと思います。カスイイーーーーーササリアアアムのののののコココ開発者たちは20日次ッップグレレドドンンンンクンデネブブに備えてブロックチェセヤ 修正する計画について協議したということですねその辺が発表されて今記事になっているところですね、えー、これはね、えー、カンクンデネブっていうんですかね キャンキャンデネブ。キャンキュンデネブ。いろいろと読み方あると思いますけども、カン君ンじゃないかなと思いますね。カン君ンってのは確かメキシコのある地名だったと思いますけども、このデネブっていうところで、まあ、あの、名前はどうでもいいと思いますけどもね。えー、今、アップグレードがあー予定されていると。上海以上のアップグレードなのかなっていうところですね。で、プロトダンクシャーディング、こちらがですね、えー、別名。 EIP4844 と呼ばれてるらしいんですけども、これがアップグレードの内容だということらしいんですよ。その他記事を読んでいただければ細かいことはわかりますけども、ここに書いてますね。e ーサ r アム m L2 手数料を最大100倍削減する EIP4844 実装へということですよね。 だから、手数料って随分安くなったというふうに言われてるんですけども、まだまだ手数料については削減が行われるってことなのかなと思います。えそして、レイヤー2についても語られてますけども、レイヤーってのはね、えー、何階層っていうね、あの、1階2階3階っていうふな、上塗り、えー、それから下塗りのことですよね。2階層目のブロックチェーンのことで、全ての取引履歴をメインチェーンに書き込むと負担が大きくなって、えー、処理速度の低下やネットワーク手数料の高騰につながるんで、この辺を改善するってことらしいですね。その他に検討されているコード変更も多々あるみたいでございます。また追加法 放送の方でね、詳しくお話ししますけども、とりあえず一方ということで、えー、今回の動画にさせてもらいました。それでは。